トラックから降ろされ、佐渡市新保小学校の体育館に運び込まれた1台のピアノ。これは1945年8月6日に広島市に投下された原爆の爆風に耐えた被爆ピアノです。佐渡市では一昨日から平和の尊さを子どもたちに考えてもらおうと、市内の小中学校で被爆ピアノの管理者である矢川光則さんによる特別授業が行われています。被爆ピアノはまだまだ生き続けますし、から、音楽を通してですね、生徒さんが、五感に聴覚に何かこう感じてもらえることがあればと。矢川さんは授業の中で被爆ピアノの持ち主が今も生きていることを伝えた上で、平和の尊さを考えるきっかけにしてほしいと話していました。授業の後は児童がピアノを弾いたり触ったりすることで平和について考えていました。原爆はすごい大変なことだったんだなって思いました。ピアノの音がすごい綺麗で綺麗に残ってるなって思いました。この特別授業は明日まで行われています。